ゆうです。おはようございます。現在の時刻は9時23分です。まあ今日はちょっとまあ今寝起きなんですけど、まあ今日はモーニングルーティーンという形で僕だけの動画を撮らせていただこうかなと思います。まあモーニングルーティーンは大体は一緒ですね。まあやること一緒なんで、まあ、ざっとアフレコみたいなのちょっと入れながらやっていこうかなと思いますので、それでは準備していきたいと思います。はい、ってことでまず起きたら最初に僕がやるのは顔を洗います。その後にこのウーノの洗顔を使ってよく泡立たせて泡やります。うん、顔真っ白。はい、洗い終わったら髪の毛全部濡らして拭きます。ここで結構乾かして、根元からよく乾かすように拭いていくことが一番大事かなって思います。はい、拭き終わりました。もじゃもじゃ。はい、化粧水はビオデルマの化粧水使ってます。で、最近ちょっと肌荒れがひどくて、まあいろいろ相談したところ、手でやるよりまあコットンでやった方がいいということで、最近はコットンを使うようになりました。で、乳液はハトムギの乳液使ってます。これもちゃんと伸ばして、手をデコから塗ってだんだん塗るって感じ。はい、でこの後レベナオーガニックのヘアオイルを濡れた今のこの髪の状態にワンプッシュつけていきます。これは全体的になじむようにつけていきます。まあ濡れてるので多少伸びやすいかなっていう感じはありますね。ので全体につけていきます。はい、つけ終わりました。ドライヤーの方法は、まあまたいつか髪のセットの動画を上げた時にご紹介したいと思います。で、最近僕髪の毛を横だけ剃って、サッカー選手のベジェリンの真似をして、ちょっと90年代っぽい感じの髪型にしたので、まあ、重点的に襟足を立たせるように乾かしていくやり方をしています。はい、ドライヤーが終わったらもう一回さっきのヘアオイルをワンプッシュ手に取って襟足の後ろの部分からつけていきます。後ろを中心的にまずつけていって、でだんだん前の方につけていくっていう感じにしてます。はい、こんな感じですかね。ゲッチュ。はい、いりませんでした。テオエルなんですが、2点目を決めました。今日のコーディネートは、まあ今日は全体的にブラックな感じで引き締めてっていきたいなっていう気分だったので、上下ともにブラックのシャツとブラックデニムを合わせてコーディネートしました。アクセサリーはいつものリングと、あとは8チェーンブレスレットをつけて、ゴールドで小物を締めていきます。ってな感じですかね。
準備完了です。 OK。 はい、ってことで支度が終わったので、これから部活に向かいたいと思います。まあそうですね、今日もちょっと暑いんで半袖で1枚で行こうかなっていう感じなんですけど、まあ髪の毛とかはあんまちょっとね、モーニングルーティーンであんま詳しくはなかったですけど、今のこの髪型はちょっと襟足出すのがね、ちょっとあの一番重要になってくるポイントのところなので、結構襟足のところは多めにオイルとかだったりしてますかね。そこぐらいですかね、一番重要なところは。はい、ってことなんで今回僕のモーニングルーティーンでした。また他のね、髪の毛の参考動画だったりそういうのもいつかできたらいいなと思うので、よければまたぜひお付き合いしてください。ってことで、じゃあ部活に行ってきます。今回もご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。バイバーイ。